はい、こんにちは。本日はついこの間です、紹介しましたこちら、幻のポケモンルギア爆誕の劇場版パンフレットについてる付録の古代のミュウのカード、これをねついこの間紹介をしたんですが、この時にね印刷ミスがあって2種類あるよとかっていうのをご紹介いたしました。で、この2種類あるっていうのも購入後にね調べたらそういったのが出てきて、そこで初めて僕も知ったんですが、さらにねその後詳しくちょっと調べてみました。そうしたところ実際には4種類のねこの古代のミュウのカードは4種類存在するという記事が探したところネットで出てきましたので、今日はその4種類をねちょっと詳しくご紹介と、あとこのカード何が書いてあるかっていうのが、昔のコロコロ、当時発売してたコロコロコミックの中で古代のミュウの謎解明みたいなページが組まれてまして、そちらでちょっと解説がされているものも発見しましたので、まあ、そちらをちょっとお見せすることはね画像とかその本の権利でできないんですが、ここは何が書いてあるかっていう内容もちょっとご紹介をしたいと思います。で、まずはこちらですね。まずはこちらの古代のミュウのカードになります。これは前回も見せました、ここ任天堂の綴りが間違って N が抜けてますね。任天堂の N が抜けたエラー版というカードになります。これが一番最初に発売されたものになるそうです。このような形で、ホロの仕様は粒子が粒々が細かくなってます。これが一番初めに出たものです。で、その後公開中に印刷ミスが発覚しましたので、そこで修正がかかって正しく任天堂と直ったもの、これは持っていないんですが、正しく任天堂と直って同じこのつぶつぶホロの仕様、この細かい粒子の仕様になっているものが2つ目です。修正版と呼ばれているそうですね。これがエラー版、そしてエラー版と全く同じ仕様で、下が任天堂 N がちゃんと戻ってるものが修正版だそうです。で、さらに前回見せましたこちら、これが修正版の後期版というものらしいです。なんか修正版が出て、このつぶつぶの粒子で同じ仕様、ホロの仕様が、このつぶつぶの粒子が細かいもの、同じ仕様で販売をされていたんですが、何か数がなくなったか何かで、公開の最後の方、本当にこれ数量が少ないらしいんですが、公開の最後の方に下が任天堂に修正された後期版ということで、このつぶつぶの粒子がね粗くなったものというのが出ております。これが3種類目、修正後期版というらしいです。で、さらに英語版も存在するそうで、英語版は全体の仕様は全くこれと同じです。仕様は後期版と全く同じで、この下のところ、この下のところが一番最後、ゲームフリークインクっていう後にウィザードって読めばいいのかな、なんかウィザードっていうのが追加されてます。で、つぶつぶの粒子は大きいもの、粗いもの、これが海外版となるそうです。僕は海外版と修正版ね、修正版持っていないので、このエラー版と修正後期版っていうのが、っていう4種類が実際にはあるそうです。で、価値なんですけども、持っていない修正版、年代でいくと、これが出た後に修正版が出て、さらにその後に修正後期っていう形で出てるんですけど、この持っていない修正版、ただの修正版っていうのが、レア度は一番低いらしいです。で、次にエラー版で、一番価値があるのがこの修正後期版らしいです。これがどうも一番数が少ないみたいで、ちょっと調べた時も、ネットで結構調べた時も、こういったものがあるっていう情報は出てるけど、実際に、その記事書いたりしてる人とか、ネットで助言してる人は、あまりこの修正版の後期、修正後期版を見たことないっていう人が多かったので、今回ね全然知らないでたまたま購入をしたんですけど、これ結構珍しいみたいです。で、
ということでね、前回ねこの古代のミュー紹介した動画を撮った後にちょっと気になったんで調べてみたところ、まず4種類のカードが存在してるということが分かりました。英語版もねゲットできそうならちょっと探してみたいと思います。それからあと持っていないこのエラーの修正ですね、修正版の前期の方ですね、修正版も通常の修正版もねまた探してみたいと思います。で、あと最初に言ってたこのカードに書いてある内容をね少しご紹介いたします。まず名前ですね、これは MEW と書いてあってミュー、それは分かりますね、まあなんとなくこれからじゃ読め、この文字からじゃ読めないですが名前はミューです。そしてその後ここ横に行きまして、これが HP で、これで30らしいです。この三角形が30の意味らしいです。で、タイプはエスパーになります。で、次技ですね、技はエスパーエネルギーが2つで、技の名前は PSYCHD と、これで英語が読めるらしくてサイケという意味になるそうです。で、その横ダメージはこれで40になるらしいです。で、下は何も書いてないんで追加効果は一切ないそうです。で、あとはあとここか、あとここ、これが無色のマークになるそうで、これが逃げるですね、これが逃げるで、エネルギーが4つ、あ、4つじゃねえわ、2つだ、エネルギーが2つ必要になるということらしいですね。それぐらいかな。もうちょっとね全ての文字細かく紹介がされてるんですけど、ちょっとその情報もねかなりちょっと画像が小さかったりとか曖昧なので、主要な情報はこんなところですかね。で、あとそのコロコロコミックに書いてある情報には対戦にも使えるって書いてあるので、これを普通のカードの対戦にも使用することができたみたいです。まあ、ただ公式に使えるかどうかみたいなところが書いていないので、公式の大会にねこのカードを使ってよかったのかどうかっていうところまではちょっとわからなかったですね。はい、ということでね、ちょっと立て続けになっちゃいましたが、今回はねさらに古代のミューのカードをね詳しく調べてみまして、ご紹介をしてみました。また、抜けてる2枚ですね、4種類あるということなので、これ抜けてる2枚抜けてる2枚はまた探していきたいと思います。で、見つかればねまたご紹介を、こちらの2枚と比較しながらご紹介もできたらなと思います。皆さんもよかったら探してみてください。結構ブックオフの大きな店舗とか、映画版のね劇場版パンフレット扱ってる店舗で見てみると意外と幻のポケモンルギア爆誕のパンフレット売ってることがありますので探してみてください。で、買うときはねしっかりカードが残ってるか確認をしてください。たまにねカード抜きでパンフレットだけ売ってる場合があるので気をつけてくださいね。では、ご視聴ありがとうございました。